皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、遺跡の話をしていきたいと思っています。 はい。えー、連日ですね、こう、移籍の話題がですね、まあ、途絶えないというかあ、そういった時期ですから、まあ、この選手が、ああ、どこのチームに移籍する、移籍しそうだ、みたいなね、えー、話がですね、海外のメディアでも、いろんな名前が踊っていたりするんですけれども、今回、早速、えっ、ー、と、ね、この選手からいきたいと思います。はい。えー、と、トーマスパーティーですね。で、まあ、トーマスに関しては、えー、まあ、今シーズンのアトレティコで言いますと、昨年の夏に、 ロドリーがマンチェスターシティに移籍していって、まさにそのね、アンカーのところ、ボランチのところって、えー、誰があその穴を埋めるのかというところが話題になりましたけれども、トーマスはですね、まあ見事に、えー、その穴を埋めまして、 えー、シムヨネアトレティコにおいて非常にこう欠かせない存在になってきたなというところであります。で、そのトーマスにですね、アースナルが関心を寄せていると言われております。で、アースナルがトーマスに関心を寄せているのはね、えー、まあ以前から、まあ少し前から言われているところではありますけれども、アトレティコとしてはトーマスの契約解除金5000万ユーロですね。これが支払われるかどうかというところが一つ、まあポイントになると、な、なりそうであります。で、 アトリティコ側としては5000万ユーロを積まれたらもうバイアウトでどうしようもないというね、ところですし、そういった姿勢を見せているんですけれども、逆にアーセナル側は、まあ、5000万ユーロはトーマスには支払えないと。ただ2500万ユーロぐらいでどうにかならないか。で、移籍金2500万ユーロでプラス、まあ、選手を1人譲渡するトレードプラス金銭という形でオペレーションをまとめられないかと,といったところで動いているようです。 続いてですね、えとまあストライカーの選手なんですが、えとカバーニですね。カバーニが、カバーニの教師がどうなるかというところでですね、結構話題になっております。で、カバーニはですね、あのー、今季終了時に、 パリ・サンジェルマンとの契約が満了しまして、えー、フリーの選手になっています。なので、やっぱりこのフリートランスファーでね、えー、獲得できるカバーニというね、選手、えー、ヨーロッパでも南米でも非常にこう実績のあるストライカーでありますから、まあ、年齢を重ねている、まあ、でベテランの域に達しているとはいえ、えー、やはりですね、まあ、ゴールを保証してくれる選手の一人なので、まあ、複数クラブがカバーニの獲得に動いていると言われております。 でえー、今すごく、ね、関心を強めているのがあ、バイエルン、バイエルミュンヘンと、まあ、ペンフィカあ、この2クラブだと見られています。でバイエルンはです、ねまあ、レバンドフスキーがいるんですけれども、そのレバンドフスキーのおー控えになるようなです、ねえー、とバックアッパーを務められるようなあストライカーの選手の獲得を望んでいるようで、そこにこうカバーニをはめたいと。遺跡金ゼロで、えー、獲得できる選手ですし、 え僕はですね、カバーにおそらくどのクラブに行っても、まあ年齢が重ねてきていますけれども、一定のゴール数を本当に保証してくれる選手だと思いますので、あのビッグクラブこそですね、彼のような選手を獲得するっていうのはね、非常にはいいんではないかなと、個人的には思っております。続いて、えっとですね、この選手も、まあちょくちょくこのチャンネルでは取り上げておりますけれども、はい、えっと、フェラントレスですね。 で、フェーランに関しては本当にこうマンチェスターシティ、まあ、グワルディー監督のマンチェスターシティがですね、えー、獲得を検討しているとお、結構前から言われているんです が、えー、こちらはですね、バレンシアとしては、フェラントレースの契約解除金、えっ、ー、と、1億ユーロ。これを支払うかどうかというところ。まあバレンシアとしては1億ユーロが支払われであれば、フェランを出すと、放出するというね、いったところであります。ただ、シティ側としてはですね、毎、ま、月、あ、に3500万ユーロぐらいって、フェランを取りたいといったところでですね、このあたりが、 結構ね、あの、6500万ユーロぐらい差額があるので、えー、もしかしたら、その、バレンシアが、マンチェスターシティの、選手を誰か、あそれこそね、トイで取るとか、っていう話がね、出てくれば、また、状況変わってくるのかもしれないんですけども、今のところは何かこう、この2クラブ間、移籍金で話をまとめようとしているところがあるので、えっ、ー、と、ちょっと、 そここのの交渉はあ凍結していいる状況なのかなかというとうろです続きまして、この選手もですね、結構ざわついてますね、周りが。はい。ジェイドン・サンチョですね。で、まあ、このボルシア・ドルトムントのね、サンチョというね、若きアタッカーに対して、マンチェスター・ユナイテッドが非常に関心を示しているようです。 で、えっ、ー、と、これ、イギリスの三ですかね、産市かな。えっ、ー、と、8900万ポンドまで遺跡品を出すつもりがあると、こういったふうにでもですね、報じられておりまして、 で、えっ、ー、と、まあ、マンチンスタイナイテドとしては、あ例えば、ま、近年で、まあ、最近で言いますと、あの、ブルーノ・フェルナンデスの補強が当たったりとか、ああ、っていうのがあるので、この勢いに乗ってですね、えー、非常にこう、今、ノリノリの若きアタッカーを一人獲得したいというね、えー、いった思惑があるのではないかなというふうにね、見ております。 そして続いて、えーと、これもちょっとこの前少し話しましたけれども、えーと、あとこれはですね、これちょっとコメントでこの前あったんですけども、ヘンダーソンがどうなるのかっていうね、そのゴールキーパーのところって、まあ、マンチェスターユナイテッドとチェルシーが今、ちょっとゴールキーパーを獲得に動いているのではないかと。で、その時にヘンダーソンが、ああその保有権を有するユナイテッドに戻るのか、そうするとデヘアがどこ行くのかって話になりますし、でも実はチェルシーがヘンダーソンを狙っているって報道もあったりして、で、チェルシーはね、この前少し話しましたけど、オブラックを狙っているとかっていう話もあります。 ありますし、えーとまたですね最近上がっているのでオナナですね、えーアイックスのオナナでオナナを狙っているのではないかといった報道も出ております。で僕は個人的にはですね、えー、今ここで上げられているような選手でいうとオナナは意外と今のチェルシーに合うというか結構いいんじゃないかなと思っていて、えー、その年齢的にもね、えー、若いですし、えー、何かねこの ええと、まあ、ケパーの次のゴールキーパーというところも含めて、ええー、まあ、個人的には俺なら取りに行ったら面白いんじゃないかな、なんていうふうには思っていたりもします。はい。えっ、ー、と、続いてですね。はい。えっ、ー、と、どうの、あ、はい。この選手行きましょう。はい。パウトレスですね。 で、パウトレスですね、ビリアレアルで非常にですね、えー、まあ活躍しまして、ここもスペイン代表に選ばれるぐらいの選手になってきたんですけれども、で僕は個人的には本当にこの左利きのセンターバックで、今のスペインで言うと、もうこのパウトレスともエルモスともこの2選手はですね、えー、皆さんぜひ注目してください。えー、と、今後の本当スペイン代表のですね、えー、未来を担うようなね、センターバックになるんではないかなと思っております。で、そのパウトレスに、どうやらバルセロナと、 マンチェスター・ユネイテッドが関心を示していると言われております。で、いずれもですね、えっ、ー、と、まあ、チャンピオンズリーグに出場するようなチームですから、これがこう、パウトーレスにとっては非常に魅力的になって、魅力的なオプションになっているというふうに、ね、言われております。ただですね、パウトーレスは、あの、本当もう、ビジュア,リアルやるのも生え抜き中の生え抜きなんですね。ずっとこう、カンテラで育ってきて、すべての お育成年齢で、ね、全すべてのカテゴリーでプレイしてきた選手で、しかもこうビジュアリアルの町の出身でっていうところになって、まあおそらくビジュアリアルは、かなりこうパウトレスを放出したくないというかですね。 特にあの、この夏にですね、あの、プルーノとカスルラが、ま、いなくなるってことがもう決まっていますから、その中でも、ハイ抜き中のハイ抜きのパウトレスを出すっていうことは、ちょっとベジャレルとしては考えにくいというところがあるのかなと思いますし、あの、えっ、ー、と、エメリーのね、エメリー監督の就任が決まりましたから、そのあたりも考えると、まあ、個人的にはパウトレス、ベジャレルに残ってほしいな、なんていうふうにね、考えております。 続きまして、えー、先ほどね、フェランとバレンシアの話出ましたけれども、バレンシアのですね、監督が決まりました。はい、えー、ハビグラシア監督のね、就任が決定いたしております。で、ハビグラシアはですね、本当にこう、回ワッフォードとかあ、マラガとかね、えー、そういったところで一緒にご実績をね、重ねてきた監督で、えー、あると思いますし、え今期のね、あ、今期か、来期か、来期に向けた、あー、リーガの、 えっと、ま、監督人事、えー、監督を探していたクラブ、うがですね、結構こぞって、このハビグラシアの将兵に動いていたというか、関心を寄せていたというところからも、まあ、ここ人気株と言いますかね、えっ、ー、と、彼がどこに行くかっていうのが一つ注目ポイントだったんですけれども、もうこの時点でですね、えー、もう8月になる前に、えっ、ー、と、バレンシアの監督就任が決まって、 おりますただですね、本当にこう、バレンシアは、あのー、シンガポール人オーナーであるピーター・リムの、まあ、オーナー就任からですね、こう、かなり、こう、監督を、っ、えー、と、まあ、特会引っかえしてきてるというか、変えてきておりますし、えー、2019、年次シーズンでいうと、タ、えー、と、マルセリーノだったりとか、 えー、セラーですっていう監督がいて、まあ、最終的には、ボロがね、ご暫定監督で、まあ、いつものように来て、えー、っていう流れで、やっぱシーズン中に3人監督が来るっていうのはかなり、今、まあ、僕は異常な事態、えー、だと思いますし、こうなってくると選手たちとしてもですね、えー、と、異なる監督、異なる戦い方、異なるプレイスタイル、異なるシステムに、 適用していかなければいけないというのは、さすがにスペインの選手といえども、相当しんどいと思います。そういった中でですね、このハビグラシアっていう監督が、 やっぱりできるだけ、長期政権というか、まあ言っても1年、2年、できれば3年ぐらいのスパンで、指揮を託してあげてほしいなと思いますし、えー、とっと、僕は自分、マルセリーがすごくうまくいっていたのに、あれでもこう切らざるを得なかったというか、ああ、そこの関係性が、亀裂が走ってしまったというところを見てもですね、まあ、ハビグラシアという監督が、素晴らしい監督であることに、あの、疑いの意地はないんですけれども、今のコンパレンシアのクラブの状態とか、 ああ、その、そこによる、まあ、コーチングスタッフとの関係とか、まあ、選手たちの関係性みたいなのを見ると、え、これで一体どうなるのか、結果を出せばいいというものだけでもないので、またこれまた非常に難しいな、なんていうふうに思っています。というわけで,ですね。今回の遺跡についてお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。えっ、ー、と、最近ですね、結構その、あまいろいろコメントいただいてですね、え、その、結構その音に関するですね、 ちょっともうちょっといい音質でお届けしていただきたいですというコメントをいただいたりしてですね、はい、ありがとうございます。で今回ちょっとこれつけてるんですけど、ちょっと出先にいるときはどうしてもこれつけざるを得ないとかっていうのがあって、で、出先でやっぱ撮るのはちょっと更新頻度を上げたいっていうのがあったりするので、それちょっと避けられないっていうのと、で、音に関してはですね、えー、結構以前、 ち音が小さいっていうのがあったんで、割とこう僕がこうアプリで動画作って編集して、それをこう、ちょっとボリュームをそこのパーセンテージを上げてみたいなで、それゃさらに YouTube にアップしてみたいになってくると、結構ね、音、 なかずれたりとか、えー、っとね、音割れしたりとかっていう現象がどうしても起きてきてしまいます。なので、まあちょっとどうしたもんかなと思っているんですけれども、なんか皆さんこう、おすすめのマイクとかあったらですね、あの、教えてくれると、コメントとかでくれると嬉しいです。あの、購入を検討したいと思います。はい。ああただですね、皆さんの声を、えー、まあコメントですね、いつも見てもおりますし、えー、それをまたね、受けて、えー、改善改善でやっていけたらとも思っておりますので、えー、今後ともね、このチャンネルぜひともよろしくお願いいたします。